1945年4月19日、早朝、米軍は嘉数地区に猛烈な砲撃を開始した。7時30分頃、嘉数方面に正面から前進してきた。8時20分頃、米軍が嘉数地区北側谷地に侵入すると、日本軍は機関銃、迫撃砲、急砲の集中砲火を浴びせた。日本軍の攻撃で米歩兵の前進が阻止された。8時30分頃、米戦車軍30両が嘉数と西原の中間道を南下。日本軍は米軍の歩兵と戦車を分離させる。地雷で3両を格座させる。米戦車軍は嘉数集落を目指し進む。先頭の米戦車軍が通り過ぎるのを待ち、日本軍47ミリ速射砲は真横から距離300から400メートルで後続の戦車軍を狙い撃ちにした。ほとんど1発で米戦車を撃破。米戦車も応戦するが、目標が定かではなかった。この戦車に対して野砲が射撃をする。損害を免れた戦車は嘉数集落へ侵入を試みた。
これに対し歩兵は肉薄攻撃を敢行した。霊戦車は22両破壊され、退却していった。これは太平洋戦争中のアメリカ側1戦闘で最大の戦車損害数だった。